はい、今回ちょっとねこちらのファンディスクのソフトについてやっていきたいなって思ったことがあるのでちょっと見ていきたいと思います。このソフトの内容、まあ前の動画でもちょっと喋ったんですけど、ファンディスクなのでこういろいろちょっと画像が見れたりとかするんですよね。例えばこういうグッズのね紹介だったりとか、当時その歌謡ショーっていうのは今ではもう 2.5 次元ミュージカル、例えばテニスの王子様とか、弱虫ペダルとか、そうか、そういうのは結構普通になってるけど、桜大戦がもうその走りといっても過言ではなくて、こうやって、1本ディスクができるぐらいだったというところですね。ドリームキャストで発売されてというものでしたね。で、まあ、ストーリー本編があるんですが、ディスクがわざわざ2枚組になってまして、こんなものがあるんですよ。動画編集。簡単に言うと、ベニトカゲ、まあ画面の上に書いてますね。ちょっとそこ読みますか。舞台ベニトカゲ編集プレイ。これから始まる舞台ベニトカゲを自由に編集して一本の作品を完成させましょう。編集で行うこと。1、カメラを切り替えて使う映像を選択する。2、テロップを選択して映像の中に挿入する。メインモニター、括弧真ん中の大きい画面に映る映像が編集された映像として残ります。ページを振ると、まあ操作があって編集ができるよと。たったこの3ページだけの説明なんですが、まあ舞台ベニトカゲの映像をドリームキャストで編集できるっていうことですね。まあまずちょっと、ドリキャスでやるとどうなるのかっていうところをちょっと見ていきたいと思います。まあある種ゲーム実況って言えばそうですね。拡大的に考えれば、別に何かこう得点がつくとかそういうわけではないんですが、単純にちょっとやっていきながら、どんなもんなのかちょっと皆さんに見てもらいましょう。これですね、モニター3つあって LR ボタンでこうやって切り替えて舞台ベニトカゲとかテロップをポンと入れられるって感じですね。まあこうやってキャスト紹介のテロップを入れたりとか、ちょっと引きの映像も入れるか。これマサエさんが連れ去られたっていうところを出してるやつですね。こうやって LR でパッと画面を見て切り替えていくっていうことしかできないんですよね。今私 L ボタンと R ボタンでこうやって切り替えてやってるんですけども、その映像がいいなって思って気づいてからパッと入れ替えることしかできないんですよね。で、切り替えてから、ああこっちじゃなかったなみたいな感じもありますしね。ちょっと登場する少年レッドと実は助けられていたマサエ、あーこれとかもちょっとタイミング変だったな今のテロップとかもな、この寄ってからやった方がいいもんな。うーん、まあかっこいいシーンだよね。これだから編集の腕にかかってるよね。いかにその緊迫感、縦のかっこよさ、アクションの迫力。まあ激しい、美しいまま散りたかったの。うん、これで動画が編集する部分終わりです。この後に後半部分はすでに編集済みのものがあります。そちらも後で見せます。例えば今編集したのを見るとこんな感じになるというのをちょっと上映していきますが、まあはっきり言います、動画にまあそのここまでの編集過程見ていただいて分かる通り、カメラを後から切り替えるのでちょっと気づいてからなので遅かったりとか、あとはその単純にカメラ自体を切り替えるだけなので、その場面の切り替わりでふわーっとこう、グラデーションのように変わっていくみたいなこともできないので、まああまりこう、綺麗な編集には決してなんないんですよね。ちょっとじゃあ見てみましょう。あ、ここは綺麗だな。さあ、今宵の生贄を引きずり出すのだ。うんうん、こうやってキャストの名前がパッとつくといいよね。これも前景が見え、ああいいねいいね、マサエがこう登場するところに切り替わるの、これは上手にできましたね。元はいいから多少拙い編集してもいいけど、ちょっとこれはね引きの時間が今長かったね。お前が明智の恩師、湯川博士の娘だからさ。
この説明するとこもベニトカゲに寄せたかったね。あ、ここね。そうそう、これもっと早く二人の顎を掴んでる時のベニトカゲの表情も見たかったよね。明智が現れました。よし、明智さん、明智さん来てはいけません。ここもマサイにもうちょっと早く切り替えて、は、明智さんっていうところを顔を寄せたいよね。可愛いしもべたちよ、今宵この私を存分に楽しませておくれ。うん、でもこれは大きく悪くはないけど、でもな、ちょっとカメラの切り替わりが忙しいかもしんないね。もう少しこの引きのカメラのところを長く、ああ、これ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 、さっき失敗したなってところだね。悲鳴を上げるところはマサエにスポットを当てたかったね。でベニトカゲが不敵な笑いをしているところも注目したいけど、マサエがあの人質として捕らえられる箱に入れられるところも映したかったね。観念しろ。できればこのテロップももうワンテンポ早く映したいよね。あ、これもちょっとあまりいいカメラじゃないな。この2人がやり取りしてるっていうのをね、見せたいよね。ズームしてマサエだけとかベニトカゲだけになってるけど、この距離感ね、今ベニトカゲやっとここで見えてきたけど、ステージのもうちょっと引きでどのぐらいの距離感で明智とベニトカゲが引き迫るやり取りをしているのかっていうのを見せたかったよね。明智、お前はつくづくバカなやつだよ。何？悪人は最後の最後まで。結構これ見入っちゃうね。悪人なんだよ。武器を捨てて取引に臨んだにもかかわらず、マサエがやられるというところをどう映すかだね。で結局第2のヒーローとして少年レッドが出てくる、黒いコルトとともにね。ここでリコーラン藤崎ゆり子ってパッて出したいけど、 この字のタイミングだ。これ良くなかったね。この黒いコルトが許さない。さくら笑ってない？マサエさん、アケツさん、私は大丈夫です。デト君、マサエさんを頼んだよ。アケツさん、あとお願いします。任せたまえ。うん、これもな、レッドとアケチのやり取りっていう感じを出したいんだけど、どうしてもレッドだけが映っちゃうから舞台全体過ぎちゃうからなんだよね。これ難しいんだよな。これはドクロ X のここの登場シーンもな、なんかこうスモークがちょっと煙すぎるんだよね。ドクロ X さんじゃ、このドクロ X かっこタガノウララっつうところももうちょっと早く出したいしね。やつだけにしておしまい。ここは3人映したいんだよね、できれば。うんうん、これ緊迫感をどう出すかですね。明智、ドクロ X、引き、ベニトカゲがこれ様子を見てるっていうところを映せるのはいいけど、今のみたいにベニトカゲをヒュッとこうカメラワークの都合上消えてしまうっていうのはちょっと編集ではカバーしたいよね。あ、これもな、ちょっともう少し睨み合いが続くかなと思ったけど、切り替えたらもう剣を振り始めてたので、ちょっとこの編集では良くなさそうですね。これがいいんじゃないかな。明智、ドクロ X、 ここで明智に戻る必要あったかな。まあ2往復しちゃうんだな。どうしても照明が当たりきってないところがあるから、それも編集でカバーしたいよね。暗くて何が映ってるかわからないっていうシーンがありすぎるとあんまりね、舞台なんだろうな、 DVD とか舞台公演の映像配信みたいなのだとちょっとイマイチになっちゃうよね。
ここは一回引いてしまったけど、そこまでしなくていいのかな。これどう演出するかだよな。ドクロ X の仮面側に今ね、客席側がなってるから表情が見えないんだよね。だからああいうさ、ハーフの仮面つけるの難しいよね。演技が限定されちゃうじゃん。うん、ここね、ここ失敗ポイントだったんだよな。グサを、このカメラにしたかったんだけど、ちょっと、ドクロ X の背中のカメラにしちゃってんだよな。うん、ここもな、もうちょっと、小次郎に映したいんじゃなくて、二人が映ってほしいんだよな。で、この、相手がドクロ X からベニトカゲに変わるところも、ベニトカゲに切り替えをもうちょっと上手にやりたい。ここはいいな。じわりじわりとベニトカゲが銃口を明智に近づけていくっていうのを、あ、もう一回引きが早い段階で欲しかったな。ああ、これどうやる？ちょっと編集の仕方をね。チャンスを差し上げますわ。1、2、3でお互いに打ち合いましょう。ここからの佳境に入るところ。1、やめろ。うん、これでいいんだよね、ここはね。2、やめるんだ。この2からをどうするかだな。3。うん、これはここでいいね。二人の動きが両方わかる方がいいよね。ベニトカゲが明智を撃つことをためらってしまったシーン。ベニトカゲ、やっぱり撃てなかった。なぜだ。これでいいの。なぜ自分から撃たれた。こんな悪事は長続きしないと最初から分かっていました。でも捕まるのは嫌だったの。だからってなぜ。初めてあなたを見た時からあなたを愛してしまいました。でも私たちは決して結ばれることはできない。バカな。だからせめてあなたに打たれて美しいまま散りたかったの。うん、最後のそのベニトカゲの美しさもどう演出していくかというところですね。さて、じゃあ今回の企画を改めて説明したいと思います。ドリームキャストでL ボタン、R ボタンでカメラを切り替えるっていうすごく簡易的な編集でベニトカゲの舞台を楽しめるという、まあ、特典がこの大神一郎奮闘記というゲームソフトにはあります。ただ今のをパソコンの力を使って編集すればもっといい映像になるんじゃないかというチャレンジをしていきたいと思います。まずテロップが1個目のポイントですね。キャストの紹介のあのテロップとかも、フォントとかもどういうのがいいかとか、字の大きさ、まあそんなコロコロ変える必要はないと思うんですけれども、最近はどっちかというと小さい字幕の方が流行りですよね。なのでちょっと現代的にそうやってアレンジしていくこととか、タイミングとかもだいぶ思い通りにできますからね。テロップは結構限定的なタイミングでしかこのドリキャスではできませんからね。あとはまあそのカメラの切り替えとかだけじゃなくて、場面から場面への移り変わり、トランジションっていうんですけれども、パッとカメラが切り替わるっていうだけになっちゃうので、ちょ
ちょっとこうふわーっと2つの映像が切り替わるような、編集の仕方もねできますので、パソコンとかとそれを使えばもっと、よりいい映像になるんじゃないかなと思っています。さて、じゃあここからが皆さんへの相談なんですが、ぜひこの編集へのご意見をお寄せいただければと思います。概要欄に別の動画のリンクを載せてあります。そちらから1カメ、2カメ、3カメ、3つの映像がただ流れているだけという動画を見て、1カメのこのシーンを使うといいんじゃないかとか、2カメから3カメへのこういう画面の切り替わり方をするといい演出になるんじゃないか、あるいはテロップとかに関してもここの場面でこういうテロップの入れ方をするとより迫力が増すんじゃないかとか、皆様それぞれの感性でそれぞれお寄せいただければいいかなと思ってます。最終的にはそのいただいたご意見をもとに、私がパソコンの力を使って、3つのカメラの映像を編集して1本仕上げたいと思います。もちろんもしたくさん意見がお寄せいただけた場合については、複数本の動画を作るというパターンとか、あるいは別バージョンみたいな感じでこう対比して作ってみたりとかっていうのもいいかなと思ってます。それでは今回の企画説明はこれで終わりです。編集した動画が出来上がったらお見せいたしますので、そちらも楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。見てくれた全国の隊長に敬礼。